公平であるために。税は私たちみんなが社会の構成員として広く公平に分かち合う必要があります。そのため税を決める上では、公平、中立、簡素の3つの原則が基本となります。ではそれぞれの原則について見ていきましょう。まず公平の原則ですが、公平といっても様々な指標があります。垂直的公平、これは経済力のある人にはより大きな負担を求めるという考えです。水平的公平、これは経済力が同等の人には等しい負担を求めるという考えです。また近年では異なる世代間での税負担の公平や受益のバランスが保たれているかという世代間の公平が一層重要となっています。次に、税が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにするのが中立の原則です。最後に、税の仕組みをできるだけ簡素にし理解しやすいものにするのが簡素の原則となります。ではそれぞれの原則について所得税および消費税で見てみましょう。まずは公平の原則についてですが、所得税は累進税率により所得が高い人ほど税負担が高くなるので、垂直的公平を図る上では優れていると言えます。しかし所得の種類などによって課税の把握に差異が生じる恐れや、働く世代に税負担が偏るといった問題があります。次に消費税ですが、消費税は比例税率 10% であるので、所得の種類などには関わらず消費水準が同等の人には同等の税負担となるので、水平的公平を図る上で優れていると言えます。また所得水準や年代に関係なく幅広い世代で負担するので、世代間の公平にも優れているとも言えます。しかし食料品などの消費は所得の多い少ないによって大きく違うことはなく、所得が低い人ほど消費税の負担割合が大きくなる逆進性の問題があります。次に中立の原則についてですが、所得税は税率の累進度が強くなりすぎると高所得、高負担となるので、働く意欲を損ないかねない恐れがあります。消費税は所得に対しての課税ではなく累進性もないことから、働く意欲に対して中立的と言えます。最後に簡素の原則について見てみましょう。所得税は累進税率のほか、個人の単税力を調整するため各種控除などを用いてきめ細やかな配慮を行っていることから、簡素性が損ないかねない恐れがあります。一方消費税は一定の税率で例外規定も少なく、比較的簡素ということができます。各税においては公平、中立、簡素が常に全てが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないというトレードオフの関係に立つ場合があります。税を決める上では税制全体として公平、中立、簡素の原則に即しているかということが重要となります。一言で公平といっても様々な指標があり、人それぞれの置かれている立場や環境によっても捉え方は変わってくると言えます。日本の税の制度は、様々な種類の税金を組み合わせて、いろんな立場や環境の人から少しずつ出し合ってもらえる、なるべく不公平感が少なくなるような制度になっています。